ライト木所が入っています。で、吉村がサードに回っています。まあ、キャンプの中盤あたりですか、サード争いも熾烈というような、まあ、記事が載っておりましたが、やはり不動のあの松田がおりますんでね、はい。まあ、ですからまあ松田にやはりこうサードをね、奪うんであれば相当なやはり打撃ですね。そうですね、これをやっぱり勝ち取らないと厳しいでしょうね。確かにそうですね。岡島は186センチ、88キロ、ジャイアンツから日本ハム、2007年にメジャー移籍、2012年にソフトバンクに入ってまいりました。で、その後アスレチックスに行ったんですが、今年2年ぶりにチームに復帰してまいりました。この岡島、オープン戦初登板。2012年のソフトバンク時代、56試合で9セーブをマークしています。24ホールド、防御率が 0.94。 いや、なかなかの活躍でしたよね。はい、やはりね、自責がないっていうことでしたよね。はい、球が伸びていってどうか、入った、ホームラン。いや、さすが銀次のバッティング、パワーがあります。4対1になりました。今のバッティングです。まあ、ボール自体はね、高めの真ん中やや付近なんですけど、はい、まあ、ここもね、しっかりやはり売れてますよね、このバッティングですから。昨日はヒットが出ませんでした、この銀次3番なんですが、今日はこの打席でホームランを打ちました。4打席目、見事なバッティングでホームランを打ちました。オープン戦第1号。